皆さんは青春18切符を利用ししたことがありますでしょうか僕はですねあまりね普通のあの鉄道オタクの方よりはえ少ないかなと思うんですけどもねまあねそういうそうは言ってもですね僕も結構多い方ではありますちょっとね僕この中からねちょっとね青春18切符が多分この中にね今年の今年の分がここにあるんですけど えっと、多分あの、映っちゃいけない文字とかいろいろあると思うんで、あのー、モザイクかけてるかもしれないですけど、おーおーなんか珍しいのできた。2021年3月13日、世帯記事、よくいらないこんな感じですね。なんかよくわからん。なんか、なんかこんなもんもできたね。まあまあ、こんなことはいいんですけども、あの、18筆法、あの、探そうかなっていう感じで、探して、ああ、ありましたね、ありましたね。 はいありましたえこちらですね、これちょっとですね、あの時代が古いと言いますか、2022年の12月18日に発見した分にはなってしまうんですけども、こちら企画のね、青春18切符っていうのまあ皆さんね、これ大好きだと思うんですよ。んあの一般の方はまあわからないですけども、まあ少なくとも僕の動画を見てる方は一回は利用したことがあるかもしれないと思います。この青春18切符の、えー、大体40年か50年ぐらい続いてきたあのこの歴史がですね、えー、今年にね、変わるような、えー、出来事が起きましたっていうのも、 ですね僕、あの大学の授業中ですね、あのねまあ、本当はね、皆さんちゃんと集中しなきゃいけないんですけども、Twitter をね、ちらっと眺めてたんですよ。そしたら、あ、なんだこれはっていうのがありまして、まあ、それがえっとこちらになるんですけども、えっと僕が、えっと、しゃべるよりもです、ね、画面画面をキャプチャしながらした方がいいので、ねあの、こちらの OBS であのキャプチャしながら皆さんに解説していきたいと思うんですけども、えー、こちらですね、えー、この商品は発売開始のためご購入できませんっていうふうに書いてありまして、えー、青春18期、あー、でかすぎた。 購入できないっていうことになってましこれ2024年の、えー、と秋から、えー、ということになりましてこちらですね青春18切符が、えー、リニューアルするということでこのリニューアルがですね鉄道ファンの間からは、えー、かなりのね、えー、と非難を浴びているという感じになります。そしてですねこれ、えー、一番メリットをご紹介しますとこちらですね青春18切符自動改札機をご利用いただけるようになります。そしててこちらででですね今ま5 5日日間間分あっったのの使ううは大変だよっていう人が 5日日にに加え新たに3日開業を発売しますあ素晴らしいじゃないか今まではねこれねわざわざスタンプを押してもらって、まあ、切符が好きなね鉄道ファンからしましたらこの駅員さんにねはいどうぞって言ってではい分かりました拝見しますってですねでまあ例えばですね なかでガガチャンガチャャンンまあ1人だったらガガ、まあ、ガチチチャンガチャャンンン、5人だったらこうやって5回押すんですけども、まあ、これ、えー、と使い方っていうのがありまして、えー、と1回1人用でしたらこれこんな感じですねえっ、ー、と1回1つスタンプを押せるんですけども同一工程であれば2人3人っていう風に複数人でも利用することができたのがこの18切符のいいところでしてでまあ これ、なんと、これ5回分で12,050円っていうことで、まあ、たびたびこの18切符の季節になりますとですね、TwitterX の画像にですね、えー、と12,050円のお札と小銭が置いてあって、鉄道オタクの皆さんなら分かりますよねっていうツイートがちょっと流行ったりもするんですけども。 えー、こんな感じで1回2回3回4回5回または5人で同一、えー、工程であれば利用できますよまたねこの区間期間の回、えー、の、えー、1日使えますよっていう感じになってまして、まあ、とてもいいんですよねでこれ18切符皆さんも分かります通り新幹線とかは乗れませんよ普通列車の乗車券だけなんですけども新幹線とか特急乗れないんですけども、えーまあ、こんな感じで18切符、えー、鈍行でまあ 18歳とかねあの学生とか元気のある人が、えー、この18切符を利用して、えー、夜,な夜な夜なじゃない <laughs> 朝からあの晩にかけてでも大阪から東京に行くとかねそういうことをね皆さんするわけなんですよまで、あね、これ普通の時期券なんですけどこれをね自動改札機に入れると「ピンポーンこの切符はご利用いただけません」とか「ピンポー!」とかって言われるんですけどもまああのー、これがね言われないようになるのが今回の 自動改札機を合流いただけるようになります。これなんですね。で、あの、ここまではいいんですよ。ここまではいいんですけど、まあ、皆さんが怒っている部分はこちらの2項目になります。はい。有効期間はご利用開始日から連続する3日間、または連続する5日間。 にになりますますた切符1枚につきお1人での利用になります1枚を複数人にご利用いただくことはできまませんつまりどういうことかって言いますとですね、有効期間がご利用開始日から連続する3日間、ここが大事です。連続する3日間、または5日間、3日間用ができて自動改札機入れれて最高じゃん今までね、このスタンプをしてもらって、で、また改札通るときね、銀さんに、はい、ちょっと18キップ、18キップああ、見てください、はい、どうぞーっていうねあの、やる時間がかかって、前に人とかいたらね、時間かかるわけですよ。それがですね、なくなりまして、 で出入りできるんですよめっちゃよくないですかなのに連連続する3日間連続すするる日日間間今まではこれね12345ってこう順番に使えたらいいんですけども、まあ、18切符連続する3日間5日間休みを取って、まあ、それしかもね毎日ね普通電車に乗って旅行できるやつがどこにいるかって話なんですよ。まあいるかもしれないんですけどでもなかなかねそういう人はね結構コアなファンじゃないといないと思うんですよね。 っていう風に考えれば、今回のこの18切符、事実上利用する人がほぼ少なくなって、いなくなって、事実上この18切符廃止なんじゃないかっていう風に僕はちょっと捉えてますね。またですね、こちら、切符1枚につきお一人でのご利用になります。18切符のいいところですね、これも。今まではこれ5人とかで分けて使えたんですよ。だから1人当たり2000円いくらで、まあ、2000円いくらって言い,いですけど2500円くらいで。 えー、このね、18切符、1日、まあ、言ったら JR の普通電車乗り放題だったんですよ。ですけども、今回からは、この3日間用だとしても、3日間用を5人で行くなら5枚買って、で、その5人が3日間用を、まあ、あのね、あの効率よく使いたいならね、3日間だーって使わなきゃいけない。おかしくないですかね。 で、僕は思うんですけど、皆さんはどう思いますか ?1 枚を複数にね、ご利用いただくことはできません。ってことで、今回のリニューアルで、あのとんでもないことになりました。で、まあ、これのね、何がね、嫌かって言ったらあれなんですけども、こちらに書いてある、3日間用、5日間用は、まあ、発売時期。書いてますね。この下ですよ。ででん。 JR 前線大人お値段は万円このねあの5回分5回分今回自動改札機入れる5回分は5日間分は12,050円なんですけど3日間で1万円ですよ。3日間って考えればえっ、ー、とまあ1万割る3したら3,333.33333、まあ、33. 33 33 33 33 33円に続くんですけどもそう考えるとですよ。 3日間で、まあ1日3300円で3日間連続して JR 乗る。まあ元は取れます。元は取れますけど、3日間どうやって開けるんですかっていう話なんですよ。あ例えばね、えっ、ー、と、手元にね、カレンダーがあ,ーありました。カレンダーがありました。ちょっとね、大学のカレンダーなんですけど、例えば12月とか見てみましょうか。学生はいいですよ。ここからね、えっ、ー、と、これと、冬季、冬期休暇開始。ここからね、まあね、連続する5日間でね、休みは取れます。ですけど、この連続する5日間休み取って、本当に、 そんな5日間ずっと電車乗り続けられるかって言ったら微妙ですよね。で普通の社会人であれば、まあ、年末、まあ、こんな感じで見れば3連休だったね3連休だったらギリ行きますよ5日間は無理でしょっていうことで今回の18切符すごい避難が起きております。ねもうねちょっとね笑えてくるんだけど。 まあね、他のねあのこういう特約とかはまあまあまあ、まあ、あんまり変わってないんですよ前の18切符とそんなにまあ多少は変わってるんですけどここ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 3日間用は連続する3日間5日間用は連続する5日間有効ですでえっ、ー、と1人,1人1枚を複数人にご利用いただくことができませんもうこればっかりは意味不明です そしてですね例えば青春18切符と検索したらこんな感じですいろいろ出てくるんですけども、ね、なんかもう解約とかねこれ解約青春18切符元に戻すようネット署名1万件超ええー、使い勝手が悪い激変した青春18切符の問題点とか、ね、いろんなこうニュースのサイトがですね結構あの <laughs> なんかあのー、悪いイメージで捉えてるんですねで これね、あの、利用者にとってはすごい嫌だなって思うんですけども、利用者にとっていいこともあるんですね。それがね、一つ目、一つ目のいいところは、あのね、混雑。混雑緩和になるかなって思ってます。と今までね、青春18切符って、あの、すごいめんどくさかったんですよ。例えば、この、窓口に持っていく人がやっぱり多いので、結構、主要な駅、米原駅とか、まあ、原で降りる人あんまりないですけども、 大阪とか、まあ、新宿とかねあの大きな駅とかでこ青春18切符を持った人たちが。あの 駅のさ係員さんがいるとこに行き,行きましてでそこであの「すいませんあの青春ラジオ切符利用したいんですけど」っつってまあ了解した時なら散歩をしてもらいますし通る時なら見せるんですけどもまあ見せるのは一瞬ですよでもその前に例えば人がいて「すいませんちょっとこの駅までの行き方教えてほしいんですけど、まあ、そんなおばあちゃんみたいな人はあんまり少ないと思うんですけどもまあ例えばねうんとこの切符ここからここまで乗ったんですけど乗り越しでこうなっちゃったのでこうしてお願いしますとかねいろいろ処理をしてると思うじゃないですか。であ少々お待ち くださいねお客さんとかって言って前で処理してる後ろ人がずらーって精神ジャッジキーパーねこれ片手に持った人たちがねこうやって並んで後ろからを速くしてくれんかなーっていう待つ時間がなくなるんですよねそれがいいところですまた自動改札機にピューって入れるだけで済むので1秒で完結まあ1秒とは言いませんけど3秒あったらできますよねそれって、まあ、最近あの IC カードばっかりなんであのなかなか差し込むとこ少ないですけど それができるってことは大きなことですし混雑緩和になるこれはねま会社にとっても利用客にとってもいいことかなって思いますまたね青春18切符のまこれはねいいのか悪いのか分かんないんですけどもこの18切符のユーザーが減ることによって他のね旅行してる人がま少しはねこ快適になるかな例えば18切符の時期の熱海駅どんなことでしょうか熱海駅のね18切符のシーズンのね動画あるのでねお見せしたいってことなんですけどもえと編集で多分入れておきます ま、こんな感じですね、あの、すごい、すごい、すごいね、こう人、あの、今この熱海駅までは関東の方からね、15両編成で電車がやってくるんですけども、そっから熱海より先、沼津方面とかね、静岡、愛知方面行くお客さんがですね、だいえっ、ー、と、3両か5両。今回のこの動画の場合だと5両編成なんですけども、ひどい時は3両編成に15両編成のお客さんが全部乗るんですよ。 めちゃくちゃ混雑するんですよね。絶対それないです。でそれを地域の人たちも使ってるし、18切符の人が使ってる。18切符の人が悪いって言ってるわけじゃないですよ。18切符の人がなんか走ってね、座ってるからね、お前は立っとけとか、そういう風に言うんじゃないんですけども、そういうのじゃないんですけども、やっぱりね、こう混雑がね、起きすぎるのもね、公共交通機関としてね、嫌だなぁと思うところではありますよ。そり混んでたら嫌ですよね。儲かるっちゃ儲かるけど。っていうのと、あともう一つですね、そのお客さんの対応をする、まあ、数が減るわけですよ。例えば18キ ハンコを押す手間まあこれ切符が好きな、えー、と方からしたらですねこの18切符楽しみにっていう方もいると思うんですけどこの押す手間とかであったりまあねこれをねいちいち見せて通りますよっていうね、まあ、ひ,あのひどい人とかねこの改札機後ろから、ねはい、はい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 」っつってね通る人いるんですけどもそれどうなのかなってまあまあ一応黙認みたいな感じにはなってるっぽいんですけどねまあまあそれはまさて大きいなんですけどまあ どうなのかなそれも、うん。まあ、そんな <laughs>、ちょっと、これは個人の意見になっちゃうんですけども、まあ、そうやって、お客さんがですね、たまって、そこの駅係員さんのする仕事がね、増えてしまうこと、で、お客さんの対応する仕事が増えればね、そのね、仕事をしないといけない、人員を割かないといけなくて、それは、会社全体とすれば、人費を割かなきゃいけないってことですので、その18切符のシーズンだけのためにですね、その、あの、運転手さんとかからね、借り出してね、緑の窓口じゃないですけど、 窓口のとこにねその店,あの店員さんじゃないわ <laughs> 乗務員さんねあの乗務員さんとか駅員さん置いてねはい、はい、あ案内してねやるのもねうーん、まあ、会社にとってはまあ不利益になりますよねっていうことで、まあ、多分ねおそらくなんですけど、まあ、JR 側としては、まあ、これを使ってこれを買ってもらうお客さんのあれよりも混雑緩和してで人件費減らして。 でそれから新幹線をちょっとでも利用これの代替で新幹線を利用してもらうようにして、まあ、結局公共交通機関ってあの意外とこういうの廃止しても乗る人は多いですから新幹線の方を増収して、えー、と人増やして。 で新幹線におお客さん流してて金をもっっと取ろうっていうい、まあ、まあ会社もビジネスでやってますから、まあ、そういうところなんだなっていうふうには思うんですけどあこれビジネスとしてはね素晴らしいあね改革ではあると思うんですけどもまあこれ利用者にとってはねだいたい50年ぐらい50年もないですかねここにウィキペディアありますよねウィキペディアウィキペディアもねそんな信用できる情報かって言われたら微妙なんですけども、えー、国鉄時代ですね日本国有鉄道まだ国がその鉄道機関を持っていた頃ですねその時にまあ運賃をねたくさんもらおうってことで1 9 8 年昭和57年3月1日に青春18のみのび切符として発売しました。昭和57年ですからね、えっ、ー、と、今から何年前ですかえっ、ー、と、ここから見たらですね、えー、ここ何年前って書いてほしいんだけどな。まあ、あの、とりあえず50年ぐらい前ですね。40年から50年ぐらい前の話になります。それがですね、えー、普通電車とか快速電車だけ乗り継いで行けるこの切符。 がもうなくなってしまう。すごいなもうウィキペディアは情報が早い青春21キップ旧タイプって書いてあります。もう新タイプって言いますかね新しいのがもう案内されちゃったので旧タイプっていう風うに案内されてるんですけども2024年の冬の販売価格は5日間3日間用があって、まあ、こんな感じですよっていう風うになってまして。 効力ここにちょっとよくわかんないんですけど2024年冬で大規模な変更が行われたため、えー、その前後について、えー、別で記述しますっていうふうに書いてあるんですけども、まあ、ちょっとずつね時代も変わっていて、えー、おそらくなんですけどもこの1年後ぐらいにはですね青春18切符っていうもの自体がなくなって JR 鈍行フリー切符って名前変わるんじゃないかなってでもう3日間用とか5日間用じゃなくてもう3日だけとかになりそうな まあなんかそんな予感もあるかなと思います。多分5日間にする必要ないと思うんですよ。誰も買わない気がする。まあ、買う人は一部のオタクだけだと思うんですけどもまあ、なんでこれがあるか？って言ったら多分今まで1青春18きっぷ5回分だったからまあ、その歴史を鑑みて。まあ5回分を作って、さすがに5回分だけじゃ利用し利用しないだろ。うってことでまあ、3回分にしてたんでしょうけども。この？ 2024夏まではですね5回分連続して使用しなくてもよくてまあ別々の日に1回ずつ使うことができましたでえー、っとそのさらに前1995年までは5回分が分かれてたんで別々の通貨も OK だったんですよねですけども1枚で5回使えるようになってからは、えー、まあ その同一工程じゃないといけなくなってっていう風にだんだん変わってきまして、まあ、時代とともに青春18切符のある形も変わってきたんで、まあ、これからですね、えー、と18切符変わってくると思うんですよねちょっとねいらない話とかねあの同じような話をね何回も何回もするような、ね、ことになってしまったんですけどだいぶね怒って怒ってるわけじゃないですよ怒ってるわけじゃないですけども残念だなっていう気持ちを、えー、とすごい存分に感じながら18切符のニュースを見ましたっていう話です以上ウィキペディアの記事なんですけどもちょっとねあの長の なくてね、わかんないんですね。昔はこんな感じの18キープだったそうです。へえ。ウィキペディアからね、取って取ってきてますけど、まあちょっとこれからどうなんでしょうね。理由この今回の冬の状態で。 どんな感じで、ね、皆さん利用されるのかちょっと楽しみなんですけどもで、まあ、そんなことはさておき、うん、僕もあの大学の鉄道に好きの人たちが集まってるまあ鉄道研究会になるものに入ってるんですけども、まあ、そこの人たちもねもうその18切符のね海底リニューアルしますっていうニュースが出たその時間の次の時間にその部室に入ってきた人たち全員同じ顔してましたよ。もうやばかった。 そんだけ鉄道ファンをちょっとがっかりさせたという意味では、インパクトの強い今回の18キップのリニューアルだったんですけども、今回の冬からどうなるかちょっと楽しみなんで、またですね、何か進展があれば動画を上げたい、上げたいなというふうに思っております。まあね、そんなダラダラ喋ってね、僕が青春18キップに対してね、もう批判じゃないですけど、もうなんだよこれとかっていう,うにね、ちょっと残念な思いをしているっていうようなね、お気持ち表現をしたところでね、動画をね、終わりたいと思います。 この18切符はね、この窓口でね、通るからね、この18切符の意味があったわけで、自動改札機に入ってしまうと、18切符じゃないじゃんっていう風うにちょっと若干思ってしまうのも、まあなきにしろあらずというところではあります。ではですね、この辺でちょっと今回の動画を終わろうと思います。 今回もご視聴ありがとうございました。すいません。ちょっと、あの、意味のわからない動画になってしまったんですけども。皆さんもね、青春18切符、今までのね、青春18切符で楽しかった思い出とかね、こんなとこ行ってこうだったとか、まあ、今回の18切符のリニューアルに関する話とかね、まあ、何か言いたい、お気持ち表明したいことあれば、コメント欄にどうぞお気持ち表明してください。また過去のね、楽しい18切符の思い出ありましたら、えー、まあ言ってください。またですね、これから18切符どうやって使おうかとか、使わないかとかね、そういうね、まあ議論もね、していただければと思います。 まあ、そんだけコメントがつくかわかりませんが、ご視聴ありがとうございました。本当にありがとうございました。では、久々の動画です。ありがとうございます。さようなら。